皆さんこんにちは、宇賀弘道です。今日も、東京地裁の4月22日の判決について、解説をしたいと思います。今日で4回目ですかね。今回の判決の特徴を、もう一つ、一言で言いますと、強い者には味方し、弱い者はいじめると、というのが、今回の判決の特徴です。強い者というのはもちろん、企業、組織、お金があり、人がいて、弁護士を雇って、訴訟を起こすだけの余力がある人ですね。弱いものというのは当然私のような個人であります。弁護士を雇うにしても貯金を下ろして、定期預金を解約して、全部訴訟準備を一人でやらなければいけないような私ですね。オリコンの小池社長は、自分で訴訟準備をなさったことはないと思います。それでですね、この裁判の、全く不思議なところは、渡部豊裁判長の、判決が、この強いオリコンに一方的に甘く、私弱い個人に、一方的に苛烈厳しいということであります。強きを助け弱きをくじく、東京地裁とでも言いましょうか。これがですね不思議でしょうがない。例えばですね、オリコンは私に名誉毀損だから5000万円を払えと、という、大変高額な要求をしてきたわけですね。皆さんもお気づきと思いますけれども、私は個人で訴えられました。私の、コメントと呼ばれるものが載っている再造編集部やその発行元であるインフォ版社は、全く訴えられていません。ですから私個人に5000万円払えと言ってきたわけですね。皆さん5000万円を個人で、払えるという人はそうそうたくさんいらっしゃらない。5000万円というと、東京の都心のマンションぐらいの値段はします。こういうですね、高額の請求を、組織が個人に対して突きつけた時に個人がどういう恐怖感を感じるか、私は、これは皆さんもう十分に分かってくださることだと思います。これは非常な恐怖を感じますね。5000万円という金を払えという要求は、人の人生をめちゃくちゃにしてしまうのに十分であります。私はこの点を捉えて、この5000万円を個人に対して要求するというのは、あまり高額であり、この金額自体が、訴訟の、違法性を示していると、つまり今乱訴である、訴訟権の乱用であるという主張をしまして、逆にオリコンを訴訟権の乱用で訴えました。ところがですね、東京地裁の渡部豊裁判長は、これを跳ねつけました。却下しちゃったんですね。その理由がですね、判決文がこれまた振るってまして、名誉毀損訴訟では、請求金額が高額になることはよくあることであると、よくあるから違法ではないと、という、判断を示しました。よくあるから違法じゃないんだそうです。私はこんなロジックが、まさか裁判官の口から出るとは思わず、呆然としております。よくあることだったら違法ではないと言うならばですね、どうなんでしょう、空き巣はよくあることだから違法じゃないんでしょうか。交通事故で人が跳ねられることはよくあることですよね。年間何万件とありますから、だから違法じゃないのでしょうか。これはロジックとして論理として破綻していますし、違法行為を、正していくという点で裁判所が、違法行為に加担してしまっていると、いいよいいよと、5000万円個人請求するのもいいよいいよと、よくあることだからと、と言ってるのに等しいですね。こんな判決がどうして裁判官という、論理を職業とする人の、頭から出てくるのか、私はよく分かりません。謎だらけの、東京地裁判決であります。ということで、今回はここまで。また次回お目にかかりましょう。では。